繊維問屋街は、東京都千代田区岩本町から東神田にかけて、繊維や寄生服などを扱う問屋が集まっていた一帯の通称である。発祥は、江戸時代中期と言われ、神田川沿いの柳原土手沿いに古着を扱う露店が多く、店を開いていたことに始まる。明治維新後も古着を扱う一大市場として継続し、古着市場としては、富沢町、村松町、 立花町と並んで知られた存在であった。第一次世界大戦後は和装から洋装への切り替えが進んだことに伴って扱う商品が古着から新品の安価な寄生服に遷移していった。泉橋の南詰には寄生服問屋街発祥の地という掲示板が存在する。江戸幕府が開かれた慶長年間に江戸城の鬼門よけに稲荷を祭り、 柳を植え駿河台から浅草橋までの土手を柳原土手という。もともとは仏家地であったが、江戸時代中頃から町人の町となる。それに伴い土手のそばには古着を扱う露店が多く、立ち並び古着の町として知られるようになる。しかし、明治6年に柳原土手は取り壊され、広いスペースを持つ柳原通りに変わる。そして、新政府は、 この柳原通りに、関西古着市場と名付け、以降古着取引の常設市場に指定される。寛大は本町古着市場の図江戸時代、江戸市中において、古着商を営む者は3県に限られ、この3県のいずれかの許可を得なければ新たな開店ができない状況であった。江戸時代の後半から、柳原土手には、町人や商人も住み始め、 古着を扱うとこ店が集まるようになった。明治になり、新政府が商業の自由営業を認めると、古着商を営む者が増えていく。当時、和服の古着は、洗い張りし、下手直しをして、着られるだけ着るのが、庶民の習いであった。明治30年代頃までは、庶民に新品を買うまでの購買力がなかったため、古着の需要が大きかった。新政府は、 明治6年に柳原土手を壊して柳原通りを整備した。明治14年6月、古木省162名が連署して古木市場を置くことを請願すると、政府は東流暇町に完成古木市場を置くことを認めた。同年、運河の改作により旧省庁、富沢町、岩本町に分離したが、競争の中で岩本町が他を圧倒し、古着商が 柳原通りに床店を並べるようになった。天候に関わらず午前6時から正午まで商売をした。最盛期には400件の古着屋が存在したというが、大正12年の関東大震災で大きな被害を受けると、床店は取り払われた。当時の問屋街の名残を伺わせるボタン専門店1923年9月の関東大震災でこの地区も大きな被害を受けた。 また、震災復興の区画整理により、それまで営業していた古着の露店は取り払われた。さらに、第一次世界大戦後の洋服の急速な普及により、需要の中心が古着から洋服、特に廉価な規制服へ変わっていった。これらを要因として、この地区でも規制服を取り扱う店舗が増加し、規制服と野外へと変貌していった。昭和初期には、 ダンスホール併設の四階建てビルが建設され、流行の先端を行く街としてにぎわった。しかし、第二次世界大戦末期に空襲の被害を受けて一帯は焼け野原と化した。昭和30年代には東京の医療業界も復興を果たし、技術の革新も進んでこの地は、既生服の生産中心地として蘇った。ここで作られた既生服が、 日本全国でデパートなどのショーウィンドウに展示され、モードを発信する拠点となった。最盛期に比べて数は減ったものの、この地の繁栄の礎となったのは古着の露店に源を持つ繊維業者たちである。泉橋の南詰には、既省服問屋街発祥の地という掲示板が存在する。ありがとうございます。